予報センターから台風16号についてお伝えしていきます。まずは衛星からの画像で雲の様子を確認していきます。こちら見ていきますと、現在、沖縄県の先島諸島の南の海上にあります丸い雲の塊、渦を巻いた形がはっきりとしております。台風16号の雲です。中心付近の、目も、時折くっきりと、現れているといった状況で、発達している様子が見て取れます。この台風16号、現在は与那国島の南の海上約160キロにあります。非常に強い勢力です。中心の気圧が930ヘクトパスカル、中心付近最大風速が50メートル、最大瞬間風速70メートルとなっています。風速25メートル以上の暴風域を伴った状態で、北北西に時速15キロで進んでいます。この後も勢力を維持した状態で先島諸島の西の海上を北上していく見込みとなっております。沖縄の中でも特に石垣島や西表島、与那国島といった八重山地方に関して、少なくとも今日の夕方まで、今日いっぱいは強い風と、強い雨、そして高潮、高波に警戒してください。ちょうど現在大潮の時期になっております。台風が近くを通過していくということで、今日の、日中ですね、高潮の恐れがあります。海岸部での冠水の恐れもあります。この台風16号、東シナ海に出た後、だんだんと向きを東へ変えていきます。この段階で少し勢力を落とす予想とはなっておりますが、20日の火曜日、強い勢力の状態で九州にかなり接近、もしくは上陸の恐れも出てきております。その先の進路に関しては、まだブレ幅が大きく、日本海の方に進んでいくのか、太平洋側の方に進んでいくのか、まだはっきりとはしておりません。最新の情報を確認する必要があります。この台風の進路を踏まえまして、雨風の強まるピークに関して表にまとめておりますので、見ていきたいと思います。まずは沖縄周辺について、石垣島、西表島など八重山地方に関しましては、今日の、日中いっぱい、今日いっぱいはですね、強い雨と暴風に警戒してください。そして宮古島周辺も、明日の朝にかけて注意報レベルの風が続く見込みです。沖縄本島に関しましては、今日の段階では少し離れたところを通過していくので、あまり強い風を感じないかもしれません。しかし東シナ海をゆっくりゆっくり進んでいく可能性が、高く、雨や風の心配な時間というのが長引きそうです。沖縄本島周辺に関してましては、一番風が強くなるピークとなるのは19日月曜日頃と見ております。先島諸島方面だけでなく、沖縄本島奄美のあたりに関しましても、海上の波の高い状態というのはしばらく続くことになります。海岸には近づかないでください。さあ、そして本州方面に関して見てみますと、まだまだ、台風の進路のブレ幅が大きく、この、ピークの予想というのは大きく変わっていく可能性がありますが、西日本、東日本の太平洋側を中心に20日の火曜日、21日水曜日頃に雨や風が強まる恐れが、あります。今後も最新の情報を確認するようにしてください。予報センターから台風16号についてお伝えしました。